よかった、いたんだ。ああ、おかえり、ボージャック。クソみたいな一日だったよ。書き上がった本は破滅的だし、映画は最悪だ。でもそんな中でも一つだけいいことがある。それは君だよ。ボージャック、あのね、私…最後まで言わせてくれないか。ちょっと待ってってば。俺はこの50年草原をさまよう野生の馬だったけど、もうロデオにも疲れちまった。あのね、そのボージャック、私ね、実は…つまりこういうことさ。この野生の荒馬は君の広い馬小屋でゆっくりと休みたい。なんて。君を愛してるんだよ、ナオミ。ボージャック、私は首、棒の先についたボールに主役を奪われたの。ひどい話だ。でもいいこともあっただろう。これからは二人でいろいろ話せるじゃないか。違う、あなた分かってないわ。男ってみんなそう。ボージャック、私は演じ手としてダイアンになりきってたので、ダイアンとしてあなたと本当につながりを感じた。でももう映画とは関係ないし、ナオミに戻った私はナオミとして全然ボージャック・ホースマンには興味ないの。実際あなたってかなりキモい。じゃあ俺はナオミ・ワッツと恋に落ちたんじゃないのか。そうよ、ダイアンと恋に落ちたの。なんだよそれって。さよなら、ボージャック。うん、ほらね、何も感じない。